安島駅は愛知県名古屋市北区東ア島マ2丁目にある名古屋鉄道小牧線の駅である。駅番号はケム12。名古屋市営地下鉄上飯田線に接続するため、当駅の南方から上飯田駅までは地下線となる。駅施設はかつては名鉄が所有していたが、上飯田連絡線の建設に伴い駅が新築されて、以降は上飯田連絡線株式会社が所有している。 相対式2面2線ホームの協上駅である。ホームの有効長は6両だが、通常は4両編成の列車しか停車しないため、犬山よりの2両分は使用されていない。この駅と上井田駅は名鉄が管轄しているが、小牧線の他の駅とは異なり平安通り方面が1番線、犬山方面が2番線になっている。改札外から地上及びホーム階を結ぶ。 改札内外圏用のエレベーターが設置されている。この駅を境に、信号保安装置が、犬山方面は ATS、平安通り方面は ATC に切り替えられる。安島駅の年間乗車人員の推移、上飯田連絡線の開業以降は、飛躍的に増加した。小さなロータリーはあるが、名古屋市 A バス、名鉄バス等の路線バスの乗り入れはない。 かつては、名古屋市営バスが、付近まで乗り入れていたが、上井田連絡船の開業により乗り入れはなくなった。なお、市営バスの最寄りバス停は、駅から600メートルほど離れた、水分橋、または、水分橋である。上井田連絡船建設開始以前は小規模な、商店が集まった大型の商業施設も見られたが、近年は一部を除き閉店している。ありがとうございます。